でしょ。だってさ、奪わないとって。うちの場合なんかもうそれこそ和室だとか洋室だとか、はい、どういうとこへも全部、はい、我々も畳の加工とかやなんかも全部できますので畳、はい、和室をこの部分カットさせてもらって、はい、あのそこへ置かさせてもらったりとか、はい、洋室ケースか中にはですね、はい、寝転びながら火を見て炎を見たいっていうお客様おられるんですよ。炎を見たい、ええ、それで和室